し、カスパーバスケース。キャー！レッツゴスモッコス！さて、注意1秒怪我一生。誰かで構わずむやみに聞けばいいってものじゃないのよ、エンド。どうだったかな？あんす、あまりにも理不尽&唐突なし、これぞフェイトって感じで最高であります、師匠。うむ、だが我々はこの犠牲を忘れてはならない。さあ、リュウドウ君に黙祷3秒。あんす、3秒といういいスタート差がさらに最高であります、師匠。でさ、イリアちゃん、実際リュウドウ寺の人たちはどうなっちゃってるわけ？キャスターが作った人工的なレイジを組み込まれていて、キャスターの参加条を破ったり破るやつに出会ったら骨人形みたいに一つの命令を実行するだけの人間になるの。あいつ道具を作るのうまいから。シロだってあいつに捕まったら魔術補佐の限定霊装にされかねないわ。悪！キャスターは悪認定！他人を己が意のままにしようなどと教育者として許しません。別にそれだけで悪いっていうのはどうかと思うけど、キャスターは確かに小物で臆病で狡猾だけど、根はまだ悪人になりきれてないし。ん？なぜかような魔女をかばう弟子一号、何か思うところがあるの？え、私はただ魔術で誰かを拘束してもそれ自体は悪いことじゃないって言いたいだけだったり。あ、思い出した、イリアちゃんもっとひどいことシロウにやってきたじゃない。チキショウ、バレたか、こんちくしょうめ。うーん、なぜかその竹刀には勝てません。当然よ、この道場では魔術は一切禁止なんだから。弟子一号が私に勝つには野生のライオンとか近代兵器を持ってくるしかないんだから。さ、いい加減反省した？もう悪いことはいたしません。うん、いい子だ。これで少年の願いも叶ったというもの。喜べ弟分、このルートではイリアちゃんはおとなしめだぞ。はいはい、今回はおとなしくしてればいいんでしょ。ま、いつも暴れっぱなしっていうのも芸がないしね。リンルートではいっそシロを助けてあげて他のヒロインを食っちゃうのもいいかな。なあ、そこまで考えていたというの？反則こすだけでは飽き足らず、本編でそんな美味しいシチュエーションさえ演じるなんて。イリア、怖い。